MLB 班の間でロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手と山本義信選手の友情が話題を呼んでいます特に山本選手が怪我で緊急降板した直後に見せた大谷選手の行動が多くのファンの心を打ちましたこのビデオでその感動の一幕について詳しく解説し彼らの友情がどのようにチームに影響を与えているかについても考察します 2024年6月15日、ロサンゼルスで行われたロイヤルズ戦で、ドジャースの先発投手として登板した山本由伸選手が、上腕三頭筋の張りを訴えて2回終了後に緊急降板しました。この日、大谷翔平選手は2番 DH として先発出場しており、山本選手の怪我に対してすぐに駆け寄りました。大谷選選手手は山本選手に対して 君は強いすぐに回復してまたプレイしようと励ましの言葉をかけましたこの一言は園地にいたチームメイトや観客の心を動かし涙を誘う場面となりました試合はロイヤルズが先制しドジャースが追いかける展開となりましたロイヤルズは4回に1点を先制しましたがドジャースもすぐに反撃 8番ダシャラクスの2点適時打で逆転に成功しました。しかし、ロイヤルズは6回にメレンデスの満塁本塁打で再逆転。その後も追加点を重ね、最終的に7、2で勝利を収めました。大谷選手は4打席に立ちましたが、ヒットは出ず、結果は3打数無安打1支球となりました。しかし、か 試合後のインタビューで大谷選手が見せたチームメイトへの思いやりが、ファンやメディアに大きな感動を与えました。試合後、フレディ・フリーマン選手がメディアの取材に応じ、山本選手の怪我についてコメントしました。彼は、山本選手は本当に素晴らしい投手です。今日は2回を無失点で抑え、非常に安定したピッチングを見せてくれました。 彼の降板は予想外で心配しましたが彼はプロフェッショナルなのですぐに回復して戻ってくると信じていますと語りましたさらにフリーマン選手は大谷選手と山本選手の友情についても触れ試合中に2人がベンチで話しているのを見て本当に感動しました大谷選手はいつもチームメイトをサポートする姿勢を持っていて今日は特に山本選手を励ましていました 二人の間には深い友情が感じられますとコメントしました。ドジャースの選手たちは試合後のロッカールームで山本投手を励まし彼の早期回復を祈っていました。この光景はまるで家族のような温かさを感じさせました。フリーマン選手は野球はチームスポーツであり選手同士のサポートが重要です。大谷選手と山本選手の友情は チーム全体に良いい影響を与えています。彼らのような選手がいることで私たちは困難な状況でも前を向いて進むことができます」と述べましたこの試合は結果としては敗れましたがドジャースの選手たちにとっては多くの学びと感動の瞬間がありましたフリーマン選手のコメントからは試合結果以上にチームの絆や友情の大切さが伝わってきます 海外のファンからも、大谷選手と山本選手の友情に対して多くのコメントが寄せられました。大谷選手と山本選手の友情に感動しました。早く回復してほしいです。フリーマン選手のコメントに心が温まりました。チームの絆が感じられます。試合は残念だったけど、ドジャースの選手たちの絆に救われました。などの声が多く見受けられました。 今回のロイヤルズ戦で見せた大谷翔平選手と山本由伸選手の友情は多くのファンやメディアに感動を与えました試合結果は悔しいものでしたがドジャースの選手たちはその絆を再確認しチーム全体で一致団結して前に進む力を得ました大谷選手のリーダーシップと山本選手への思いやりはチームメイトだけでなくファンにも大きな影響を与えています これからのシーズンで彼らの活躍がどのように展開していくのか、ますます目が離せません。今後も大谷翔平選手と山本由伸選手、そしてロサンゼルス、ドジャースの選手たちがさらなる友情と絆を深めながら勝利を目指して戦う姿を楽しみにしています。ファンの皆さんも引き続き、彼らの活躍を応援し続けてください。